先輩の手作りですよね。なんですこれ。え、お誕生日のお祝いって誰の。私の。やん、うっかり忘却のカナタ。ま、嘘ですけどね。自分の誕生日忘れるとかあるわけないですから。こういう反応する子はみんなやってますよ。髪の毛ピンクの子は大体やるんです。は？何言ってるんですか先輩。いや嬉しいですよ、全然嬉しいですよ。そうじゃなくて、単なるお約束っていうか、まあ照れ隠しみたいなもんです。そんなことよりどうすんですか先輩。こんな大きいケーキ、シエルのためにどんだけ張り切っちゃったんですか。ああもう、一緒に食べてくださいね。